上津藤平から1960年10月11日は、日本の実業家、長野電鉄創業者、滋賀高原開発者、地質学者の高津ズ・助は実定。娘のト子は、衆議院議員の羽田武士郎に嫁ぎ、その長男は、内閣総理大臣の羽田勤、勤の長男は、参議院議員の羽田雄一郎である。長野県北作郡志賀村、現、作詞の合能。 コ津ズ聖三郎の次男として生まれる。祖父は日本に初めて薬用人参を導入したコ津ズ光太郎。新州で指売りの豪農であったコ津ズ家は、代々黒兵を名乗る黒壁屋と17世紀後半に分かれた石壁家があるが、藤平の聖火は後者である。慶応義塾に学び、福沢諭吉の影響を強く受け、福沢の人を魚するは馬を魚するに似たり、 運用の妙は一心に損す、寄与方変我にあって、何の関するところあらんを、修正の教訓とした。明治25年に卒業し、東京伝統に入社したが、2年で帰郷会社や銀行の経営に参画するとともに、農林業の発展に尽力。滋賀村会議員を経て、明治40年長野県会議員、明治45年滋賀村長などを歴任したが、 大正2年に村長を辞職し、本格的に実業界に転身した。実業家としては、明治34年に、加密合名会社を設立し、明治39年に馬政局国立長野種馬賞、誘致、明治45年長野県、薬用人参商道業組合の結成など、後半に活動。大正3年作鉄道会社が設立されると、相談役に就任。 同年代63国立銀行常務取締役、就任。大正9年作鉄道会社が中心となって、加藤鉄道を創立した際に、社長に就任した。藤平は、製紙業の盛んな松城、須坂と、県と長野市を結び、さらに、山ノ内温泉郷とその後配地を、観光開発し、鉄道やバス路線で結ぶ、交通網を構想し、不設に乗り出した。 同12年長野電気鉄道会社社長、昭和元年加藤鉄道と統合した長野電鉄の社長に就任。また、下田海軍靴の山一帯を、滋賀高原と命名し、スキー場を中心とした観光開発に力を入れ、同10年に滋賀高原スキー場は日本初の国際スキー場に認定され、同24年には、上信越高原国立公園に指定され、 同27年には丸池スキー場に日本初のチェアリフトを設置するなど国内屈指のウィンタースポーツの中心地に育てた。この間に長野商工会議所会頭、長野県商工経済会会頭などを歴任し、昭和28年に運輸大臣より第一回交通文化賞を受賞した。昭和35年軍四等随法商事軍、同年に死去し、 十五位を依存された。藤平の名にちなんだ、中部電力藤平第二発電所噛みつけの人々、見た評論、2014年12月12日閲覧、ありがとうございます。